こんにちは。お願いします。元サッカー日本代表、現在は株式会社アンビション22の代表を務めます羽生直武です。まあ一つは大島さんで練習、何かこう気になるところを止めてここが問題だとか、まあ、負けた試合のミーティングとかもこう強い口調で、まあ、ある意味言っていくんですけど、でもそれはもうサッカーも人生も一緒だからっていうのを事あるごとに言うんですよね。例えば僕がそのマーカーを外すとかついていけない時に、お前の責任だからってすごい言われるんですよそんぐらい言われるんですよ。でこの責任感をないやつはサッカー選手もそうだし、その人生も一緒だからみたいなつなげ方をしたり、点を取るときにディフェンダーの選手って守る選手だからここにいればいいよねって例えば思ってる選手がいたとしたら、なんでチャンスなのにゴールに行かないのって言われるんですよ。それまで あの割とサッカーって攻める人守る人みたいな感じがあるとしたら、守る人はチームが攻撃してても守るところにポジション取るみたいな、だからまあ極端にはそういうことがある中で、ゴールを取るときに誰かがリスクを犯す勇気を持ってる、リスクを犯す勇気を持ってる選手がいなければゴールなんて生まれないんだよって感じなんですよ。でそのリスクを犯しなさいって、犯す勇気を持ちなさい、それは人生も一緒だからみたいな感じで言われるんですよね。でなるとその人生、サッカーも人生も一緒だ、とにかく挑戦的でありなさい、野心を持ちなさい、リスクを犯す勇気を持ちなさい、アイデアを持ちなさい、責任感を持ちなさいみたいなのは、それはサッカーでも大事だし、お前らがこれから生きていく上でも大事なんだよって、そう教わってる気がして、そこが一番僕の中で今もそういうチャレンジをしたいっていうのは、もうそれが全てというか、そこに集約されるっていうところですかね。それで、もうそれ間違いなく日本代表で PK 外した時です、はい、あれはもうしんどかったですね、はい、PK 以外のプレーも僕全然ダメだったん で決定機を全部外してるような大会だったんで、そのもうそれまでのなんていうかなマイナネガティブなところにさらにそれが乗っかってきた感じだったんで、やっぱり、うん、理由があって外したっていう感じはします。お前の今日のプレーはチケット代の価値があるのかって言われて、僕がどんだけいいプレーして今日調子良かったって言ったところで決めるのはお客さんだっていうかっていう感覚なんです。見てる人がそれは評価するみたいな、その自分の値段とかって終わった後に決まるもんだって僕は捉えてるんですよね。お前のプレーはチケット代にふさわしかったのか、その価値はあるのかみたいなところはずっと突きつけて働くようにしてるっていうのは、なんか僕の真面目さです。でもいろいろあると思いますし、進歩はしてると思いますよね。小学生のとか練習とかまず見ても技術的にはめちゃくちゃ上がったなって思います。で僕がその練習、例えばドリブルスキルのトレーニングとかで、いやこんなのできないわっていうのもめちゃくちゃありますし、まあ、日本代表ワールドカップとか見ても要は海外でやってるのが当たり前なので、多分ドイツとやるとかスペインとやるって言った時にいつもやってるような選手だから、別にそこに多くの恐れを抱かないというかっていうのはすごい進歩だと思うし、トータルでいうと上がってるはずです。選手本人とかがとか、まあ、指導者の人も含めて、その技術をどこでどうやってどのタイミングとかどうやって生かすかみたいなこととか、それを組み合わせてどうやって日本人の日本代表として勝っていくかみたいなところに来るのかなって思うと、近くの公園にもう本当なんか砂利とか砂のところで、じゃあその石を見つけてこう今でいうマーカーとかコーンみたいに見立ててドリブル練習してみて、なんか右足だけじゃちょっと気持ち悪いから左足もやってみようとかっていう自分でこう練習を設計したり、その中で今のサッカースクールとか見てると、要は親御さんたちはまあ、サッカー塾みたいな感じで渡して、そこには用意されていて、子供たちがそれをやればまあプロになれるんじゃないみたいな感覚で言ったとしたら、その思考してるものとか工夫してるものとか自分でこう目標を立ててることとか、もしかしたらそういう機会が薄れてるとすると、
本当の意味でそれこそ自立した選手になっていくとかっていうのにつながるのかなとか、その辺はなんか、うん、興味深いというかそういう感じはしますね。酒っすねお酒っすね。僕だから引退して休館日みたいなの取ったとこって多分片手ぐらいしかないです。でその経営者としての不安とかもあるから、飲んだ勢いで寝たいみたいなのもあって飲んじゃうんすよね、それが。いやだからビールかハイボールっすね。ハイボールがいいっすね、はい。僕自身も子供の時の検査から少し色について見えないことに関して少し悩んでた時期もありましたけど、今はこういう人なんだなって自分で捉えながらそれを受け入れて過ごしてます。で視覚補助メガネに出会って、あこんな風に見えてんだとか、こんな鮮やかに色が見えてるんだっていうのはある意味すごい嬉しかったことで、今までこのメガネが例えば出会わなかったらこの色ってこう区別つかないまま進んでたのかって思うと本当に心からね良かったなと思っています。応募していただいた方から抽選で5名様にこちらの FC 東京タオルマフラーをプレゼントします。応募フォームからご応募いただけたらと思います。